ビ<ズ>週間グラフで見る新型コロナ、今週は第3波と第4波を比較するために、今年初めからの新規感染者数の推移を、曜日の影響を受けない7日間合計で見てみます。第3波は、圧倒的に東京の新規感染者が多く、1月の終わりに東京が減少していくと、全国的にも感染者が減っていきました。 そこから症候状態になったのですが3月の終わりになると大阪が急増し第4波が始まりましたその後大阪が落ち着いてくると北海道や福岡愛知などが変わる変わる急増し現時点では全国の都市部がまんべんなく高い水準になっていて東京集中だった第3波との違いがわかります 続いて地域別の感染状況を詳しく見るために、この1ヶ月を人口10万人あたりで見てみます。1ヶ月前の流行の中心は、明らかに大阪を中心とする関西ですが、ゴールデンウィーク終わりから大阪が減少に転じます。その代わりに福岡、岡山などが上がってきています。5月中旬には北海道が最も深刻になり、 直近では沖縄も急増しましまた東京は1ヶ月間ほぼ横ばいですが他の県が増えたため今は10番目にまで下がっています。